津田マンの世界に出演いたします。吉田羊です。小劇場出身の私にとって大人計画というのは雲の上の上の上の存在なんですね。なので今回お話をいただいて本当に嬉しかったですし、と同時に本当に私でいいんだろうかというなんか怖さも感じつつ、未だにちょっと信じられないような気持ちです。ドラマティックな人生に取り憑かれている分子たちが一人残らずクズで本当に女も愛も憎しみも生も死も悲しみも全部小説の糧としてしまうような彼らの生き方には、まあ、正直嫌悪感すら抱きますけれども、でことごとくクズなんだけれど、でもきっとチャーミングなんだろうなって想像に難くない俳優さんが揃っているので、どういう風な稽古になっていくのかというのはとても楽しみにしています。カズさんは物事を見通す純粋さみたいなものがある人だなという風に思ってます。無学なゆえにないがしろにされて振り回される女性という設定なんですけれども、その言葉を持たない無学なカズが、カズから発せられる言葉に松尾さんは一体どんな思いを乗せられるのかなというのはとても楽しみな部分ですね。阿部さんは私本当に大好きで憧れの方なんですね。なのでご一緒できるのが本当に夢のようで、しかも夫婦どうしよう本当に信じられなくて、阿部さんが役をこう立ち上げていく様子を間近で見られるなんて、お金払ってでも見たいっていう感じです今回ドロドロの愛憎劇というお話ですけれども、今回も松尾さんらしい人間の弱さですとか痛みに寄り添う、優しさあふれる物語になっております。私は初共演の方がほとんどですけれども、一体どうなのか見当もつきませんけれども、一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞぜひよろしくお願いいたします。